なんとアディゼロアディオスプロというのが登場することになったそうです。いや衝撃ですね。ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想共有人牧野です。今回ですね、なんかこれ怒涛のなんか情報のラッシュなんですけれども、アディゼロプロこの夏出るという噂が立ってはいますけれども、ちょっと目を疑う映像がですねちょっと流れてきたので、それを紹介していきたいと思います。それは何かというと、このアルファフライね、ミッドソール厚いですね。でアディゼロプロちょっと薄いですよね。それは何かというと、このアディゼロプロ、日本ではまだ発売されてませんけれども、なんとアディゼロアディオスプロというのが登場することになったそうです。いや衝撃ですね。フォルムとしてはミッドソールが厚い、なんとですね、このライトストライクホームプロというふうにミッドソールがなっています。さらにですね、このかかとの部分が特徴的なんですけど、なんとライロンとカーボンを混ぜ合わせた反発素材が埋め込まれていると。でさらにですね、まあ前足部に関しては、その足部ですね、足、まあ、5本ありますけども、それに合わせて作られているカーボン素材が入っているというシューズが登場するそうです。いやいやいや、でアッパーの作り自体はなんとなくアディゼロプロっぽいんですけれども、この辺全然情報が全くないところで、まあ、まだ日本ではねこのプロトタイプですけど、プロが出てないですからね。さらにアディゼロアディオスというふうに登場していくっていうのは非常にびっくりする内容です。で写真とかで見る限りは、アッパーに関してはこのアディゼロプロと同じようなタイプの、メッシュになってくるのかなと、まあ、ウルトラライトウェイトらしいんですけれども、こういうふうな作りになっているそうです。まあ、とにかくまだ情報がありませんので、これからいろんなところが情報を解禁してくると思いますから、アディゼロプロ含めアディゼロアディオスプロも注目していただければと思います。まあもちろん日本で発売するかどうかもまだ分かっていませんので、またいろんなところを注目しながら情報を提示していきたいかなと思います。今回はアディゼロプロではなくアディゼロアディオスプロを紹介させていただきました。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。感想共有人牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。